刻は5時半になりました。つながるラジオの時間です。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間皆様最後までお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに青森県の津軽からお届けしてまいります。はい、ということで今日もですねお届けしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ですね、私今青森県から、収録の形で、お届けをしている、毎週日曜日5時半にお届けしているラジオなんですけど、実は先日北海道の方にですねちょっと行きまして、エスコンフィールド、日ハムの新本拠地になったですね、新しい本拠地のエスコンフィールドにちょっと行ってきました。野球はどちらかというと私広島カープファンなんですけど、ライトなファンなんですけど、やっぱり新しい球場ってね、なかなか想像できるもんじゃないんで、ちょっと見に行きたいなぁというふうな思いはあってですね、ほぼあまりよく分かってないというか、下調べせずに行ったので、あんまりこうなんですかね、こう深い情報はお届けってあんまできないかもしれませんけど、いろいろちょっとこう動画とかっていうのをですね、お届けしたいなと思ってます。ですので、YouTube でもこちら動画上がってますんで、動画付きでご覧いただければ嬉しいかなというふうに思ってます。ラジオでね、オンタイムでお聞きの皆様にも伝わるようにちょっとお話ししていきたいと思っておりますので、はい、今日はエスコンフィールドに行ってみたというふうなお話を、していきたいと思います。メッセージもですね募集しております。メールアドレスは797@fmkinoman.com です。気軽にですねメッセージいただければ嬉しいなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、どんな放送にちょっとなるかですね、私も動画編集しながらって感じなのでよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。はい、今からエスコンフィールド、北海道ボールパーク F ビレッジまでですね、歩いていきたいと思います。だいたい 1.5 キロ、今から19分ぐらいみたいなんで、ちょっと歩いていきます。すごい涼しいです、北海道。30度、今日は、それでも行く予定みたいですけどね。珍しいみたいですよ、北海道でこの時期30度超えるっていうのはね。ちょうど、今9月入ったばっかりなんですけど。すごい涼しいです。で、風はですね、すごい、なんだろうな、湿気がない涼しい風が吹いてますね。風があって気持ちいい感じです。ちょっとハーフパンツだと少し、寒いまでいかないですけど、ちょっともうそろそろロングボトムスの方がいいかなみたいな、そんな感じですね。ここから19分なんでね、ちょっと途中途中でやっていきたいと思いますけど、北広島市は車ではね、何度も以前北海道住んでた時に何度も通ってるんですけど、あんまり遊びに行くとこというかベッドタウンっていうイメージですよね。なんでこうやって団地
でっかいマンションとかそういうのが多い。だいぶ近くまで来ました。電車が通るな。はい、だいぶエスコンフィールドの近くまで来ました。すごい長かった。いいですね、原っぱ。で、ちょうど今この白い建物の奥側に見えるのが多分エスコンフィールドなのかなと思います。ずっとこの遊歩道だいたい今20分ぐらいですかね、ちょっとゆっくり歩いてるので20分ぐらいかけて歩いてきました。今日はねデーゲームがあるんですよ。なのでね、これからお客さんが、ちょっとまだゲームプレイ時間のだいぶ前なんでお客さん全然まだ来てないですけど、あーでも見えますね。これがエスコンフィールドじゃないですか。あー見えましたね。ちょうど屋根フルオープンな状態ですね。おーすごいな、球場に見えない、すごいな。はい、ということでエスコンフィールドにようやく着きました。中に入っていきたいと思います。はい、エスコンフィールドの案内板です。本当なんか村ですね。 F ビレッジっていうぐらいなんで、結構いろんな施設がありますよ。なんかね、もうパッと見目についたのはね、こちらこのマンションだと思うんですけどね、マンションあるんすよね。すごくないですか、球場に隣接してるマンションって。これ日ハムファンとか野球ファンはたまらないっすよね。すごいなぁ。なんかね、あのマツダスタジアム、広島県のマツダスタジアムも横にマンションあってですね、カープファンは争奪戦になるっていうマンションがあるんですよ。そこからまあちょっとまあ角度によってはマツダスタジアム試合が見えるっていうんでね、結構人気なんですけど、ここ丸見えだと思うな多分。すごいなエスコンフィールド、恐るべし。はい、ここからはですね、ちょっと後撮りのナレーションでお送りしていきたいと思います。どうしてもやっぱり外の収録なので音がですねいろんな音が入っちゃうんで、ここからは後撮りで乗っけます。まだですね、エスコンフィールドの外にいまして、外ですね、結構この周りが公園のような感じになってるんですよ、うん、で公園のこうでっかい公園の中の真ん中に球場があるみたいなイメージで、本当に芝生が整備されてて、こう樹木がねこう整備されていて、遊べるところかとかね、お休みできるところが結構あるんですよね。なんかね、パン屋さんもあるって言ってましたね。なんかそのパン屋さんはどこですかって聞いてる人が非常に多かったんですけど、残念ながらパン屋さんは今日出てこないんですけどね。すいません。今このエスコンフィールドの球場の中に入っていくまでの道を歩いている感じです。でまだこの球場というか、この周り一帯、まあ、F ビレッジっていう風な形で呼んでるんですけど、まだ建築途中なんですよね。いろいろこう、建築途中の建物、たくさんありました。うん、で、まだ、出来たてほやほやというか、いう感じがですね、匂いでもわかるっていう感じ。あの、新しい建物の匂いってあるじゃないですか。ああいうのが香ってくるような感じです。はい。で非常に天気が良くて、まだ球場プレイボール前の3、4時間ぐらい前に実は行ってるんですけど、もう人が結構いるんですね。
うん、あと私みたいに見学をやっぱしたいというか人が結構多いみたいなんですよ、うん、だから試合を見る前にいろいろ見学をするってそこがやっぱり魅力の一つにもなってるんですよねきっとね。野球を見るだけじゃないっていう、うん、そういうのがやっぱあるのって大きいなってちょっと思います、うん、で球場まだ入れないんですけど入れるところも外の施設はあってですね、ちょうどこの日は、施設ではないんですけどイベントをやってました、うん、多分このスポンサーなのかな日本ハムの日ハムのスポンサーなのかもしれませんけど、クボタのですねトラクターがバーンといっぱい並んでて、うん、でトラクターに乗って写真撮れますよみたいなそんなイベントをやってる日でした、うん、なので今こう動画で映ってるのはねそのイベントのトラクターが並んでるこれ多分普段はないと思うんですけどねこの日たまたまあったっていう、そんなトラクターですね。イベントも多分いくらでもやりそうな敷地でしたね、うん、であとはもう駐車場もめちゃくちゃ広くってですね、聞くところによると4000台あると。でやっぱ北海道の人ってねやっぱ車で移動することが普通なので、札幌界隈以外からも車でバンバン来てるみたいで4000台用意してもやっぱ2000台足りないっていう、ね、ことをタクシーの運転手さんに教えていただきました。はい、4000台でも足りないんだみたいな感じですよね。実際この時間帯ほとんど車なかったんですけど後ほど普通に埋まってましたからね見たら、うん、びっくりしましたね、はい、でこちらの映像がですね今動画でご覧の皆様、こちら三塁側にあるのかな、うん、三塁側の入り口っていう感じなのかな、うん、入場口ですゲートですね。はい、うん、すごい天気がいいからねちょっとすみません青空ばっかり撮ってるんですけどエスコンフィールドも撮れよという感じですけどこの後中出てきますんでね、はい、ちょっとお待ちくださいね。今外の模様をお届けしております。でこちらはですね、これもまだ外なんですけど、まあ、ご家族連れにも優しいエスコンフィールドということで、このボールパークってね今呼ばれてるぐらいなんで野球を見るだけじゃなくて遊べるところもいっぱい子供たちが遊べるこういったですね遊具ですよねキッズプレインパークみたいなのもあってですね、うん、ちっちゃいお子さんがブランコ乗ったりとかもしてましたしここだけじゃないんですよね今映ってるのはそういう本当にブランコがあって、乗り物があるようなちょっと小さな公園なんですけどもうどこでも遊べますし芝生が敷かれてますし、うん、実際にご家族連れの方が非常に多かったですよね、うん、あとはこう屋台なんかですねこう出て町のイベント町おこしのイベントうちの町こういう町だよって私みたいにこう、ね、全国から来てる人が多分いらっしゃると思うんでちょうどこの日は5町村ぐらいかな、うん、自治体さんがなんかこう出店形式で、出店したりもしてましたね。こういうのもやっぱ楽しいですよね。野球見るだけじゃなくてやっぱ食べ物もねこだわりたいですよね。はい、であとはこれまだ球場の外なんですけどこちらはどちらかというとメインゲートの方だから三塁側には一塁側かな一塁側なのかな、ちょうどシャトルバスなんかがねこう降り立つような場所に、まあ、メインの入り口になるんですけどレンガにこう名前がね一つ一つ書いてあるんですよ、うん、これ選手の名前もあればね多分一般の人の名前もあるような風に見えるんですよね。すいません調べてないんでねラフな感じで言ってるんで気になる方は見ていただければと思うんです調べてみていただければと思うんですけどこう多分寄付してるとかねなんかそれ系なのかなーって想像しながら、私はうろうろしていてですねでファイターズのでっかいこうロゴマークがねこうレンガで作られてるというですねコカ・コーラゲートと言われてる、ねゲートですね。はい、でいよいよ中にお待たせしました球場の中に入ってきました。エスコンフィールドはですね、なんと天然芝っていうことなんで、やっぱですね、緑のこう青さっていうんですか、ちょっと違いますね。人工芝とはちょっと違うなと。今は天然芝のね、球場非常に増えましたけど、
で、やっぱ何よりもこの屋根の、開閉式の屋根もすごいですよね。こう、せり出してくるタイプの、今こうフルオープンな状態なんですけど、これ3、4時間前ですからね。あ、違うか。11時半に入ったんですよ。2時プレイボールだから、それでもいや、もう3時間近く前ですよね。11時にもう開場してるんで、でも結構お客さん入ってるし、もう平気で、まあ気持ち的にはね、わかるんですけど、やっぱ練習をね、見たいお客さんもやっぱいるんで、練習を見ている、方がですね、やっぱ熱心なファンの方も非常に多いんだなと思いましたね。北海道私住んでたことあるんですけど、その頃からも北海道にチャームもう来てたんですけどね、やっぱり皆さんお好きでしたよ。嬉しかったみたいですよね。ちょうど来て何年目かぐらいだったと思うんですけど、ジャムが来たてのぐらいだったんですけどね。なんかこう、みんなで、この後仕事終わったら応援行くんだ、みたいな、札幌ドーム行くんだ、みたいな人たちがかなりいらっしゃったんで、あれからもう20年近く経ってますからね。そりゃ、新球場できりゃもう熱狂的になるわな、っていう、もう輪をかけてね、熱狂的になってんだろうな、っていうね。すごいもうやっぱでかいし、なんか綺麗な球場です。はい。座席もね、こうワンシートタイプなんでね、これ、隣の人気にしなくてもいいような、区切りがちゃんとあるんでね、いいっすよね。で、あとこれ特徴的だなと思ったのは、このビジョンですよね。ビジョンがね、ちょうどホームベースから外野席側に向かってみると、左手側と右手側にですね、大きいビジョンが2つあるんですよ。で、普通はこう、なんていうんですか、センターにね、1個ドーンとでかいのがあるだけじゃないですか。これ、ライトもレフトも1個ずつあるっていうのは非常に優しい設計だなと思いました。やっぱ、ビジョン見えづらい席ってどうしても球場って出ちゃうと思うんですよね。で、それがやっぱないんですよ。なんかどこの席いてもこのビジョンがやっぱ見えるような設計になってるっていうのがね、これいいなと思いましたね。で、やっぱビジョンもでかいですしね、すごい。で、なんかこの試合の合間にもですね、なんか番組みたいな、生番組みたいな巻き込み型の番組をやってます。参加者、来場者の皆さんがね、巻き込まれていくような、番組やってました。これグッズストアですね。フラッグシップストアってグッズストアの中もですね、これじゃちょっと動画撮れなかったんで、写真でここからお送りしていきますけど、めちゃくちゃごった返しました。すんごいことになってました。もう日ハムファンのもう熱気がこの中に全てもう凝縮されてると言ってぐらい、もう過言ではないぐらい。すごかったっす。大行列。で、グッズもだからもう撮れる余裕がないんでね、ちょっと一部ですけど、これはなんかチョコレートクランチっていうね、可愛らしいね、樽を、ちょっとモチーフにした、チョコレートがお土産にもなりそうだね。もうなんか、入ってすぐなんて、バカ売れ商品だと思います。おそらく。あと面白いなと思ったのは、結構グッズいっぱいあってですね、これですよ、デニムシャツ。デニムシャツとかジージャンがですね、ファイターズのグッズあるんで、ね、僕、カープも結構グッズ強いんですけど、あんま見たことないね、ですね。ジーンズとか、で、面白いのは、このストアの上はですね、メジャーリーグのポップアップストアにもなっていて、2階があるとですね、メジャーリーグのほぼ全ての球団のユニフォームが買えるっていうね、これはすごいなと思いました。ね、1階ファイターズ、2階メジャーリーグみたいなね、そういう立て付けになってるの面白いなと思いましたね。で、そんな2階でですね、こんなもの見つけたんですけど、何かというとですね、エンゼルスの大谷翔平選手ですよね。大谷翔平選手がおそらく来たであろう、本物のユニフォームだと思うんですよ。何もこうちょっと書いてないんで、こう推測で申し訳ないんですけど、多分本物なんだと思うんです。で、まあ、その証拠にというか、サインもね、入ってるんですよ。これ多分サインね、動画の方はちょっとこう、ちょうど背番号のところに何かふやって書いてるんですけど、多分大谷のサインだと思うんですよね。違ってたらすいませんね。見たことないんで大谷のサイン。違ってたらすいません。でも、この、やっぱさ、きっと直筆で生のユニフォームだろうと思った理由が、これ売り物なんですよ。で、これ売り物の値段がいくらだと思います？これね、値札見たらね、61万円でした。
税込みです。もしよろしければ。はい。あと、ここはね、タワーイレブンっていうね、これは結構ニュースなんかでも結構なったところですよね。ピッタルビッシュさんと、大谷さんがね、このモチーフになっている大きな壁画です。めちゃくちゃ大きな壁画です。ね、人をなかなか映せないのであれなんですけど、そうだな、もうめちゃくちゃでかいです。なんて言ったらいいかわかんないぐらいでかいです。で、ここはあのフォトスポットになってて、みんなで写真撮るみたいな場所になってて、と入れ替わり立ち替わり写真撮ってましたね。はい。タワーイレブンではですね、これも結構話題になってましたけど、温泉とね、サウナがついてるみたいなね、それも話題になってましたよね。うん。なので、ここが入り口になってるんですね。タワーイレブンで、入り口。この中にはちょっと入らなかったんですけどね。ゲーム中だと5000円だったかな。ゲームがなかったら2、3000円とか、そんな感じで入れるみたいですよ。はい。で、今からはですね、あとは飲食店の方をですね、ちょっと見ていきたいなと思います。結構やっぱりね、球場って言ったらやっぱ食べ物、野球と言ったらやっぱ食べ物、ビールもそうですけどね。私食べる派なんで、何が食べられるのかって結構気になるところなんじゃないかなと思うんですけど、やっぱ店多かったっす。店が多いのと、あとは結構居酒屋形式というか、バル形式というか、その場でこう座ってたりとか、立って食べられるようなお店が非常に多くてですね、もちろん持ち帰りもして席で食べることができるんですけど、これもちゃんとスペースをね、確保してるんですよ。フードコートみたいな感じですよね。だから、イオンモールのフードコート的な、それの、ちょっと、立食パーティー形式的な感じですよね。これやっぱいいなと思いました。コンコースがね、やっぱ、ぐるっと丸一周ちゃんとできるような設計になってるんで、これやっぱいいっすよね。いろんな店をこう、見ていきたいなっていうのは思ったし、あと面白かったのは広島のね、あの店、電光石火っていうお好み焼きの有名な店なんですけど、しっかりと北海道の西ハムの本拠地に根付いておりました。はい。これは広島ファンとしても嬉しい。はい。私が食べたのはですね、北海道のザンギとですね、あとは餃子、トカチマッシュという餃子をいただきました。はい。北海道ザンギっていうのはね、鶏の唐揚げのことザンギと呼んでますけど、はい。非常に美味しかったですよ。うん。あとね、面白かった。味もそうなんですけどね、支払い方法がね、ほとんどキャッシュレスなんですよ。現金使えないっていうのも面白かったですね。はい。で、ここもね、実は飲食店なんですけど、今駐車場をね、バーって映して、これ外のね、風景、2階か3階だったような気がしますけど、ちょっとテラスのような感じでね、こう外を見渡せるところがあって、で、外から今見ながらですね、実はここ何かというと、ジンギスカンを、外で焼きながら食べられるお店なんです。すごくないですか？なんか野球見てんだか、ジンギスカン食ってんだか、どっちかもわかんないってね。こっからちょっと野球見えないんですけど、もうでも、なんですかね、こう楽しみ、食も楽しめるっていうか、まあやってない日もね、プロ野球やってない日も多いんで、そういう時はこうジンギスカンここで食べるの気持ちいいと思いますね。はい、ここは球場のね、マウンドの方に今映してますけど、外野から撮ってますね。これは、1階から4階まであって、4階がそのサウナ温泉なんで、1、2、3階が観客席みたいなイメージだったんですよね、確か。うん、で、ここは多分1階かなから撮ってますね。めちゃめちゃ近いです。ちょっと今選手いなくなっちゃったんですけど、選手いるとき結構ほんと近いです。前の方の席だと、本当に、ああ、近いなってみんな、口を揃えておっしゃってたんで、このカメラからでも結構近いなっていうふうに思えたんですよね。これ一番後ろなんですよ、この1階席の。一番後ろから撮ってるんですけど、それでもね、普通にこの見え方なんですよね。これやっぱいいっすね。なんか球場との近さっていうのもね、多分一つの魅力なんだろうなと思いますね。まぁ、ちょっと、もしかしたら回収がね、入って、もう少し遠くなっちゃうのかもしれませんけど、でもそれでも近いなぁと思いますね。あと低い？横浜のね、球場とかも私よく行ってたんですけど、あそこはこうどっちかというとフェンスが高くて、こう見下ろせるっていうので、そういった意味では見やすさあるんですけどね。ここの球場は
こう低くて見やすいっていうのがね、やっぱすごいいいなと思いました。うん、はい、なんかね、そんなこんなで、ちょっと全然30分じゃあまり紹介できないくらいのボリュームなんですけど、あの、ざっくりですね、もうさらっと今日はエスコンフィールド行ってみたっていうことでね、のちょっとお届けをしてきました。いやー、私ここにですね、試合自体はちょっと飛行機の関係で見ることができなかったんですけど、約3時間ちょいいたんですよ、うん、それでもね、試合見てなかったっすよ。あの、本編 見ずに帰ってるんですけど、実はなんですけど、あ、すごいいいなってやっぱ思ったんですよね。この球場やっぱいいなって、うん、いや、もちろんね、他球場さんはその何の魅力もね、いろんな魅力あると思うんですけど、やっぱこういろんな、なんすかね、こう意見を集約してきっと作られたんだなと、あの、楽しめるとか楽しむっていうことをすごくコンセプトにしてるんだなっていうのをね、あの、まあ、3時間の中でも結構やっぱ感じ取ることができましたし、実際野球見てない私でもね、あの、こんだけ、まあ、30分ぐらいは喋れるぐらい何の知識もないまま結局行って、収録しましたけどまあ面白かったですね。はい、まあ、ぜひ来週もですね、この時間を聞きくださったら嬉しいなというふうに思います。ではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。失礼いたします。